ふっふっふっふ。ふっふっふっうううどうしたのあれ。さあ、スタジオに来てからずっとあんな感じですね。来る途中に変なものでも拾い食いしたのでしょうか。ミントならあり得る。知らない人に平気でお菓子とかもらっちゃいそうだし。ミントの場合、もらうものだけもらって。

三二子子供ランドのステージとか、老人ホームのオージーバンドとのデュエルとか。オージーバンドって、おじいさんたちのことでしょうか平均年齢83歳のハードロックバンドだってメタルとかもやるらしいけど。それ、なんか色々心配なんだけど。それより問題は子供ランドでしょう。自分で言うのもなんだけど。 私たちって子供にはまだ早くないかしら。僕の思ってた依頼とはちょっと違う。文句言わないのこういう地道な下積みだって多分必要なのゆりかごから墓場まで楽しめるライブができるバンドなんて僕たちくらいなんだよ、きっとおじいちゃんたちを勝手に殺しちゃダメだってでも、場所はともかくとして。 私たちの音楽が認めてもらえたっていうのは嬉しいことね。話題になったきっかけは、やっぱりシューとのセッションだよね。すごかったなシュウそんな人に名前を覚えてもらえたなんて、まだ信じられない。早く同じステージに立ってみたいね。デスティラールと、シュウさんとも約束したしね。 でも、そこまで行くと取材とか来ちゃうよ。テレビも来るし、マイリーのことも徹底調査されちゃうかもしれないよ。スキャンダルがあった日には、家まで押しかけられたりして大変ですね。そ、それは困るそんなことになったら、今度こそ妹にバレて殺されるよむしろ今までバレなかったのが不思議なくらいなんだけど。恋は盲目ってことかしら。 殺意と愛情を一身に受けるなんて。なんかヒルドラっぽくていいね。その時、果たしてマイリーさんは殺されるのか、愛されるのか、これは見物ですね。ど、どうしよう。みんなとはずっとライブをしたいけど、人気が出て正体がバレるのは嫌だし。いつかは来るって思ってた問題だけど。 まさかこんなに早く直面するなんて <laughs>。僕は一体どうしたらいいんだーまだ言うほど人気出てないし、心配しなくていいよ。おどおどしてると思ったら、実は自信過剰だし、相変わらずよくわからない子ね。仲良きことは、素晴らしいね。うわあ,あ、アダムさん そこに……君の本物の音に惹かれて、かくも美しい花や蝶が集まっている。地球が何も拒まず、すべてを受け入れるように、君は何もかもを許容しているんだね。生まれてきてくれて、ありがとう。え、あ、あの、ちょっと今はキュアキュアの練習中なんだけど。 何の用花嫁を迎えに来たんだ。花嫁あ、あの、なんで僕を見つめるの君を迎えに来た。結婚しよう。イヴ <laughs>。き、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 結婚